おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日何ですか？なんかセットアップで来いって言われたんですけど、今日の企画は松木里奈アナウンサー挑戦企画。何何ですか？先日すごい仲の良い会社のキャスターのオーディションがありましたね、あったオーディションあった、あの原稿急に渡されて読んだわ、はいはい、こんなに仲いい会社からのお仕事依頼だったんで、選考委員の方々は好意を持ってくれてる状態から、有利やん、はい、参加できたオーディションで有利やってん、まあほぼ受かるだろうと思ってたんですけども、受かった？いやもうバッチリ落ちてます。いやあれ正直終わったと思ったよ。だってもういきなりさ、その場でバッてもらって、政治の内容を読んでくださいどうぞって言われて、漢字だらけじゃん。まず漢字の訂正からめっちゃ言われて、なんかその原稿読むっていうよりなんか漢字の勉強みたいな感じになっちゃって、そっかそっか落ちたか。どんくらい読めんのかちょっとマネージャーチームとしても把握しとかないとってことで、なるほど、今後ちょっと間違いのオーディションに出しちゃってもらえたし、事前に把握しとこうと間違いのということで、4通りの原稿を用意したので、何も振り仮名振ってないので読んでみて、学歴、学力、勉強と無縁だったことが まだバレてないということで、まあ今のところあの大きい声出しとけばなんとかなってきたんで。それをまあとはいえどんくらいなんだっけっていうのをちょっと今日は把握できたらなというのと思いますので、緊張する。はい、じゃあこれ書いてきました。はい、さ、じゃあれみたいじゃない、あの脱力タイムズに出てる女優さんみたいな、脱力タイムズもうレギュラーの雰囲気出てる。いいね。難読パート、そこが読めてない。難読という単語が読めてないんです。待って、分かる、ほんまにごめんなさい、ちょっと、まあ、ちゃんと本気でね、サクッと全部あれに読んでもらっていければなと、わ、はい、かりました、思います。こんばんは、 MTK 夜のニュースです。まずは近畿のニュースです。秋の味覚を楽しむ秋フェスが大阪の難波で行われました。天気も良く行楽日和だったこともあって、入場料1万円にもかかわらず多くの地元民や家族連れ、県外からの観光客が集まったようです。一流の料理人たちが振る舞うナスや秋と魚などのタコを打ちながら紅葉狩りを楽しんだようです。はいはい。ちょっとね、噛んじゃった。噛んじゃった、ね、噛んじゃった。あ、まあまあ、これはじゃあ合ってるとか合ってないとか言わずに、うん、まあ、YouTube 公開された時に、あの間違ってるところはすごい罰印つけて訂正しておくね。わかりました。わかった。ここで臨時ニュースが入ってきました。今日未明、五都町駅周辺の繁華街で美人局がありました。被害者の男性が夜道を美容で猫天寝していたところ、女性に声をかけられそのまま近くの雑居ビルの一室についていくと、そこにいた屈強な男性に金品を奪われたとのことです。警察によりますと犯人は2人で各々別方向に逃走したとのことで、今も現場の捜査に当たっているとのことです。被害者の男性は怪我もなく死ななかったので良かったですが、3万円取られたので今月は節約しますとのろけているようです。一つだけ言うと、のろけないだろ、難易度簡単め、あ、簡単め、よし、はい、簡単め、ちょっと一回挟みましょう。はい、はい、続いて明日の天気予報です。現場の松木さん、りなじろう、こんばんは、松木です。こちらから天気予報をお伝えします。明日の空模様です。霜月11月に入り冬の気配を感じてきました。寒気や湿った空気の影響で北部を中心に雨や雪が降るでしょう。寒気や湿った空気の影響で、あ、ここ読んだね。中部や南部では高気圧に覆われて油断晴れています。この後は高気圧に覆われているため油断晴れる見込みです。松木さん、りなじろう、ありがとうございました。以上 MTK 夜のニュースでした。いけたんだな、結構。うわ、なにこれ、早口パートやば。まあ、この間ね、
ウェブ CM で早口パートもあったってことで練習がてら、いやもうテイク60ぐらいしましたからここで鍛えられますか続いてのニュースです。今日未明、なかなかカタカナが書けなかったアーノルド・シュワルツェネッカー氏がエステティシャンへの転身を発表。腹腔鏡手術とともに白装束姿で会見を開いたアーノルド・シュワルツェネッカー氏は、シャー少佐の肩叩き機を手に、新春三章奏で、こちら葛飾区亀有公園前発出所は、カニアニメだ。カニアニメ中のカニアニメ。枝と断言。神出鬼没の客室機で密室入国を繰り返していたバカなカピバラをグラナダなどだぞ。グラナダなどだぞと痛烈に批判しました。一方、ゴルバチョフ書記長に送った調査書には、やろうコロラドの出だなと書かれており、高所作業者の車掌政府の修行だったことが判明。なお、シャー少佐の肩叩き機が本当にシャー少佐の肩叩き機だったのか、シャー少佐の肩叩きのようなトリニダード・トバコさんの花バナナだったの、生バナナだったのか詳細を調査しようです。ボロボロ。いやいや、もうこれ早口でもなんでもないよ。これ涙出てきた。なんか何言ってんだろうってまあこれ言い訳させてもらうちょっとね、大学まで行ってたんですよ、短期大学。だから高校生の時は商業科、でも別に商業科に行きたいとかじゃなくて、なんかその制服がめっちゃ可愛くてで、お父さんに制服可愛いけんここの行きたいっていうので、あっっていうのはあったけど、制服可愛いみたいな、ちょっと揉めたりはしたけど、まあ、漢字よりも数字の方が苦手っていうのもあって、だから商業科に入ったけど、なんかみんなは最初の登竜門みたいな、まず商業科に入ったら簿記検定3級っていうのに受からなきゃいけなかったんだけど、だから私だけ落ちて、でもその代わりに頭一切使わんパソコンスピード検定っていう早打ちのやつは順に受かったんですけどそれは取れたから、まあいいやろうっていう。タイピング早いですよ。だから大学行ったってどこ行ってたのって言われたから、まあ三田の学校ですみたいな感じで言ってたんですよ。で、三田って慶応大学があるから、あ、慶応みたいな言われた時は、ああそんな感じそんな感じみたいなとは言って、なんとかこの23年間漢字読めないっていうか、おバカさんキャラみたいなのを必死に私を守ってきてたんですよ。もうマジで本当恥ずかしくて顔真っ赤じゃないわやば。そうなんですよ、だからこの見てる動画の視聴者が何を思うかちょっと怖いな、マジで。これが吉と出るか凶と出るか、業界関係者がこれをもし見てくれた時に、あとファンがちょっと全員離れてフォロワーゼロになって、ちょっとやめてよ最近男性ファン増えてきてさ、松木さん結婚候補1位みたいなすごい言われるんだから今その人の中でね誰とのランキングか知らんけどいやいやいや、嫁にしたいのがさ、こんなバカやったらちょっとね、一生隠し通して生きていきたいのに。でも今回思ったのは、本当にいつも台本にフィーガナ振ってくれてありがとうございます本当にいつも知らないところでフィーガナ振ってるからね。はい、今後ともフィーガナをよろしくお願いします
すいません、今後松木を着ていただける方々、はい、振り仮名をね、はい、ぜひ松木里奈は台本に振り仮名が必要です。お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いします。以上です。